はい、どうもショーです。モノクロ電車実況プレイ、やっていきたいと思います。前回からちょっとね、何かあるかなって調べてて、まあ車両をずっと調べてたんですけど、まあなくてですね、でここに戻ってきて、このさっきの食べ物を調べたら、なんとですね、さてどうしようかと、アンパンを食べる、潰すと、こういう選択肢出たんでね、どうだとね。でもね、食べたら多分なんか毒度が入ってそうな気がしてならないんだよね。そう思うでしょ、みんなも。だから僕潰してみようかなって。えい、なんだろう、あんこではない、何か潰れた音がしたような、聞かなかったことにしよう。他に何をしよう。お玉を調べる。うん、ただのお玉。あ、やっぱこのお玉って、お玉ってこのお玉なんだ。あ、そうだ。あ、これをあそこで使えばいいんじゃないか。ほら、なんとなくそんな気もした俺も。これで進展できるな。覗く。お玉で取る。そーっとゆっくりと。よし、取れた。あ、手が滑ってお玉が埋まっちゃった。お玉を落としてしまった。まあいいか、鍵は取れたし。鍵。この鍵、色が黒い。泥に埋まってたからかな。どす黒い色ですか。まあいいや。どこの鍵かわからないけど、持っておいて損はないだろう。よし、進展したっと。セーブしとこう。セービン、セービン、セーブしといてもったいない。セービン、セービン、とりあえず故障の方も聞いとく。特に変わったところのない普通の故障だ。わざわざ開かなくてもいいだろう。ばらまいたら大変だしね。なるほどね。何もないのか。あれ、開いてる。壁がなくなってる。なぜかわからないけど、これで進めるな。よし、じゃあ行こうか。音が違かった。邪魔邪魔邪魔。何？何の音？開いてる。あからさますぎて怪しい。どうしよう。じゃあやめときます。なんか割れた、またもう。開かねえし。開かない。今持ってる鍵合わないみたいだ。仕方ない。他を探索しよう。じゃあちょっともう一回セーブしてきて、覗いてみる。絶対俺デスだと思うんですけど、デスな気がしてならないんですけど。デス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 、うぅ、遠いなセーブが。セーブと。じゃあ行こうか。それにしても結構パート積み重ねてきたけど、あとどのくらいで終わるのかな。推定終了時間、ゲームの説明文には1時間くらいってあった気がするんだけど、多分普通に1時間過ぎてんだけど、俺が遅いのかな。覗きましょうか。気になるものは仕方ない、一気に開けてやる。聖太郎すげえ。あ、何？あれ？
あら坊や、あなた急に現れたわよ。え、ああそうなんですか。僕何をしていたっけ。なんかぼんやりして覚えてない。何それ。え、何、ごめん、文章読んでなかった。まあ故障入手しました。なんで故障入手した。全然読んでなかった。もう何もねえなと思って、ないのかなと思ってもうスルーしちゃったんだけど、まあ編集の時に読むか。にしてもさっきの目玉何だったんだろう。痛い、マイクが痛い。マイクじゃない、ヘッドホンじゃなくマイクでもヘッドホンでもなくてヘッドセットです。はい、そこんところ大事なのだ。とりあえず行きましょう。あ、ちょっとよそ見したらやらかした。開いてたりするのかな。はい、開いてないか。開かない。ここであったが、あったがなんとやら。今度こそ通してもらう。これでも食らえ。胡椒を振りかけた。なんだ今の、あの目の。あ、それで胡椒って話か。まあ何にせよこれで。あれ、なんか落ちてる。また鍵。これはここのドアのかな。まあ試してみればいいか。先に進もう。小さな鍵。これ以上は何もないだろうし、このままにしておこう。何もないんだ。じゃああれは仕様だったのね。開けると、よし、開いた。奥に進むごとに空気が重い。気をつけていこう。気をつけてレッツラゴー。うわー、なんか目の前に、なんか何、何の音。なんか見たこともない変な生物がいる。なんだこれ、一体何者だろう。生物。またあったな、さっきの構造。さっきって、まさかお前がさっきのドアの。そうよ、俺よ、お前か。この電車1のいい男よ。そうですか。アウチ。何する構造、急にイラッときたので。聖太郎、初対面の人にもイラつくとぶん殴るタイプですか。そうなんですか。 Oh shit、 小僧なかなかやりおるわ。僕を襲っておきながら一体何しに来たんだ。襲ってない、からかったのだ。ほんのお茶目といったところよ。アウチ。小僧、目をつつくはやめろ。さっきの胡椒がまだ染みてるのだ。マジで胡椒は効いたぞ。目の髄までな。あんな激しいの初めてよ。その割にはお元気そうだけど。男は弱みを見せぬものを。キリ。ああ、うん、そう。で、それだけ？いや、これから本題だよ。俺はお前を助けるよう、あるやつから頼まれたのよ。それは誰なんだ？わからん。ん？わからん。声しかせんかった。だが、目が痛くて、むせび泣いていた俺を、
助けてくれた奴の頼みよ。無限に断るのは男がスタル。まあいい男だからできる技よ。名前がいい男になってる。でもなんでお前も他の分かりたくない人と同じものなんじゃないのか。いい男複数一緒にするのはナンセンスよ。俺は、いや俺たちは塊よ。塊？白いのと黒いのを、黒いののはぐれた思いの塊、それが俺と俺たちよ。はぐれた思いの塊、混ざり合ってるからこんな形なのか。やつの頼みはお前を助けること。そうすれば終点に向かうとやつはそう言っていた。あれは俺たちはもう帰れぬ。解放されるのは終点に着くとき。ならば利害は一致する。故にお前を助けようというのだ。とはいえ俺もここから動けんが。動けないのか。その人のことで何かわかることは。進めばわかる、そう言っていた。それ以上は知らん。そうか。俺ができるのはお前を一定の場所に飛ばすこと。さあ行きたい場所を見てみろ。マツコの車両、白い紳士の車両、アックンの車両、白いオカンの車両。今はいい。アウチ。今はいいです。とりあえずこの先を調べる。やっぱりセーブあると思った。とりあえずセーブしておきましょう。あばばば、あばばばば、あばばばば。ここにも鍵穴がある。この黒鍵使えるかな。使えた。やった、開いた。またある。何かあるけど、あそこに行く前に力尽きるのがオチだ。何か方法はないんだろうか。行きたくないです。うわ、なんか黒いのいる。なんかいる、気持ち悪い。といったところで、今回はこの辺で切りたいと思います。次回もやっていくのでね、よろしくお願いします。やばいやばいやばい。では、今回はこの辺で切ります。では、また次回お会いしましょう。バイバイ。宣伝タイム。皆さん、チャンネル登録はしてくれましたか？チャンネル登録をすると、新しい動画の情報を、いち早くキャッチできるんだぜ。まだしていない方は、ぜひぜひ登録をお願いしますぜ。スマホの人は動画の下から、パソコンの人も下からお願いしますぜ。おい。動画への評価やコメントもお願いしますぜ。それから、Twitter、公式ホームページ、小説家になろう、ブログなどの他のサイトでの活動もよろしくお願いします。では、最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご視聴よろしくお願いします。